どうもこんにちは。今回はですね、焚き火のお話なんですけれども、キャンプでの焚き火、これをですね調べていくと、かまどに行き着いたりするんじゃないかなと思います。ちなみに僕はですね、かまどでの焚き火っていうのはやったことがありません。なぜかというと、その場所でやってもいいのかわからないという場合がほとんどだからです。無料のキャンプ場だとですね、管理人さんが不在のところっていうのが多いと思うんですけれども、もちろんですね、不在だから何をしてもいいというわけではないですよね。特別なスペースが設けられていない場合っていうのは、直火が NG の場合がほとんどじゃないかなと思います。だから僕はですね、毎回焚き火台を使うようにしています。今回ですね、このお話をしたいなと思ったのは、先日のキャンプでこんな光景に出会ったからです。これね、いつのものかはわからないんですけれども、前にここに来た人が作ってたかまどです。もう裏手がですね、すぐ河原になっているキャンプ場なので、まあ石がそこら中にあるっていうことからかまどを作ったんだと思いますけれども、もともとないもの、これをですね、滞在中に作ったんであれば、やっぱりね、片付けないといけないですよね。これは片付けをせずにそのまま帰ってしまったようでした。かまどを作ってその場でする焚き火っていうのは、やっぱり手軽ですし、やってみたいって思うことはあるんですけれども、片付けってね、焚き火だけに限らず一番大事なことだと思います。キャンプ場って公共の場なので、この大事な片付け、これができないのであれば、焚き火はやらない方がいいんじゃないかなと感じました。で、かまどを作ってもいいかどうかっていうのは、キャンプ場によって違うから、まあ、まちまちだと思うんですけれども、かまどを作って焚き火をしたら、その後どうするか、どう片付けるのか、ということが気になったので、ネット上の情報をちょっと調べてみました。するとですね、火を焚いた場所だとわかるように石を残しておきましょうと。書かれているものと、石を散らして分からないようにしておきましょうと、この2つに分かれていました。で、個人的にはですね、2番目の内容に賛成です。それはなぜかというとですね、今回のですね、このかまどの残骸、この場所でかまどを作ってもいいものかは分からないんですけれども、この残骸があったことで、ここってかまど作ってもいいんですか、直火 OK なんですかっていうことを聞かれました。まあ、僕に聞かれても分からないですっていう答えを返して、多分ダメだと思いますよっていうふうに答えると、あ、じゃあやらない方がいいですよねっていうことで、どっちかわからないんだったらやらない方がいいじゃないですか。なので、まあそれで終わったんですけれども、もしここがですね、直火 NG だった場合、その場合でもこうやってかまどの残骸があることによって、勘違いしてやってしまうという人が出てくるかもしれないと思います。個人的になんですけれども、僕はキャンプをした後に、そこにいた形跡をなるべく残さないように片付けるようにしてます。なんかキャンプ場に行って前の人のなんか形跡が残ってるのってなんかちょっと嫌じゃないですか。なので、なるべく形跡を残さないようにしてるんですけれども、そういった理由でですね、もしかまどを作ったとしても、わからないように片付けると思います。そこにあるものを壊さない、変えない。これがですね、無料キャンプ場を使う最低限のルールなのかなと思ってます。当然ね、自分だけの場所じゃないですし、無料キャンプ場だと管理人さんが常駐していないってことがほとんどだと思うので、そういう場合はですね、なおさらそうなんじゃないかなと思います。で、今回ね、このお話をしようと思ったきっかけなんですけれども、あ、そういえばかまど片付けてない人がいたなっていうのももちろんあるんですけれども、先日ですね、ツイッターである無料キャンプ場が、来年の1月1日から、ゴミ問題で閉鎖されるというツイートを見かけたからです。やっぱりキャンプって楽しいですし、楽しんだ後、朝になって、片付けもね、実際結構面倒なんですけれども、個人個人がしっかり意識して実践すればいいだけのことなので、ゴミを残さずに持ち帰るっていうのはもう言うまでもない当然のことなんですけれども、キャンプをする人全員がですね、次の人も使いやすいように使うということを心がけていけば、必ずね、いい連鎖がつながっていくんじゃないかなと思ってます。そういうふうにいい連鎖がつながっていくから、無料のキャンプ場って存続できてる部分も絶対あると思うので、やっぱり気持ちよく使いたいですよね。僕が住んでる街もそうなんですけれども、キャンプできる場所って限られてて、やっぱりちょっと遠出しないといけないっていう人が多いと思うんですけれども、限られてる場所だからこそ、いい場所が減っていかないようにしたいですよね。まあ、この動画がですね、何かそういう考えるきっかけになればいいなと思ってます。ということで今回は、やったらちゃんと片付けようというお話でした。それではまた次回。